私はもともと児童養護に興味があって、福祉の勉強や心理の勉強をしたいと思っていました。その時に埼玉福祉を見つけてこの学校に入りたいと思いました。私は子どもの変化にすぐ気づいて、臨機応変に対応できる保育士になりたいです。早く授業が終わるので自分の時間を多く持てるところです。例えばピアノの練習をしたりアルバイトをしたりしています。友達と大宮で遊んだり東京に遊びに行ったりしています。最近はドラマの聖地巡礼に行けました。ワーク&スタディをしていて、実際の保育園で昼間働いていて、やっぱりとても経験ができるっていうのが一番いいところで、就職先を探すのにもとても参考になります。あと自分が保育士になった後にどんな保育士になろうかなとか、保育士像、理想の保育士像が持てるところがとてもいいところです。楽しいのはやっぱり社会人を一回経験してまた学生になれたっていうことで、新しい友達と旅行に行ったりとか、やっぱり友達との関わりが学校では一番楽しいです。